さあ、しんちゃんもらったやつだよ。これめっちゃ熱い。カイロマグマ、ほら、あなたがくれたマグマを使おうじゃないか。熱いらしいぞ。何枚投げようか。どうなんか楽に投げる方法の中かな。はあ、いや、続き行ってくる。よいしょ。さあ、あ、飛ぶなこれ。でっかいねこれ。こいつ、おい、なんで一本かけてこい。うわ、マジか。そこ危なっ。やっぱいいね、このスリット。出そうやけどな。ちょっと弱いけど残ってるもんな、スイッチに。おったら食うやろ。スイッチが入ってないのかな。今なんだけどな。荒磯の王者来い。ミニ荒磯の王者でいいんだよ。そんなに大きくなくていいよ。50でいい。50とか丸やすいんだよね。60かな。はい、今からお昼ご飯ですよ。お昼ご飯、磯で釣れたこいつらに。すまん、すまん。ここで食べるんですか。食べるよ。うわー、だってこいつ食ったやん。やっぱ刺身で食っとらんけど。そうなんですよね、刺身で食ってないですね。怖い、刺身で昼飯食ってみようさ。じゃあさばくぞ。はいはい。さばき言っとかな、これ。何食っとか、まずチェックしていくけばやね。背中ナイフが釣られたんですね。これ鱗なかったんですね。うわー、ほらナイフを。うわー、これ結構脂乗っとんぞ。しかも肝臓すごいな、これすごいな、でかいな、切っちゃった。うわ、なんか肝臓だ、ほんとに肝臓やね。あ、胃袋結構いっぱい乾杯してますね。いいといいとってやろ。ほら、あー、なるほど。うわ、予感杯のイワシのように落ちて。ほら、ベイトのサイズはまちまちやね。ほら、まだ出てきた。こいつ一匹でこげん食うとったばい。イワシさん大変。すごい。よし、ついでこいで。ここがいいんですよね。洗いに。よし、あら、早速天然のまな板で半身とりあえず下ろしますよ。はい。これはね、うまいはずなんですよ。これ皮切るってのもね。皮今剥げないですか、って言って。アジンゴとして、うん、やってみようか。新鮮加減ね。あ、いけるっぽくね。あ、でもどうなんだかな。いきそうじゃないですか。なんかね、ちょっと切れ目を入れて、目を入れて、いけそうな気がする。冷てぇ、背のカバカバカ。なんかすごいですね。なんか繊維質のやつが繊維質守られてますね。手の握力の中さあ、蒸しました。冷たか。これ3枚おろしがマシかもしれない。川やね。川っすね、やっぱり。川だね。もともとね、カツオ系って川難しかった。あ、そうなんですね。ハグトロ。まあ、一応3枚に。よいしょ。よいしょ。あ、うまそうやん。そうだな。ベロベロ。油っすか。
油。はい、袋の上で切られてます。おっ、いける、いくぞ。ちょっと待ってね、手で入る。おお、いいんじゃない。ほら、あー、うまそうやね。そう、うまそう。よし、いけたぞ。よし、いけた、いけた。あ、上手にいけましたよ。まあ、いけたやろ。よかろう。つって速攻血抜きしとっけね。全然違うけね、それだけで。おいの指のほら、水葉見て、はい、弾取ろうが、弾きやすい、撥水効果がついたっすね。うん、すごいよ、うまそうだな、おい、ほら、ほら、これ絶対分かろう、おい。次々とぶつ切り、この太さが贅沢だ、贅沢でしょうね。分かそう、ほら、ごっずっといきましたね。おうわ、おつか、豪快漁師飯っぽくな、ほら、できた、ほら、すまん、刺身、刺身もね、よだれ出てきたぞ、おい、よだれ出ますか。おう、食おう、食いましょう。よし、じゃあ、キベタンも読んで、今からご飯だ。ご飯しましょうか。おう、うわ、今や、食え、いいとこ入ったと思ってたな、って、そこやろな。かっこいいなこの磯。そこね。いるならバイトなりあるよね。乗らんにしても。もう見切られたってやつ。いいなぁ、やっぱスリットね、やっぱ狙ったね、うらやま、やったー、これ贅沢は言わんよ、これ。いや、言わんでしょ。じゃあ今日の先生は徳先生です。徳、はい、先生、こんにちは。久しぶりに神経締めお願いします、うん、どうすか、かっこよくないですか。綺麗だね、目のなんか綺麗かすね、最高だよね。ここなんね、やっぱ、うん、お、何も取った、うん、あった、あっちやった、ブリブリしとんもん、やっぱ目の大きかね、目のね、これギョロッとして、かわいしとんね、ズクッとしてるね。変なさ、この辺のかっこよかもんね、平らなの重りができた。おぉ、おぉ、あーね、側線の、あ、ここの沿いなの、あ、そこだね。おぉ、いったね、打っていった、そのよ。おぉ、ここに、おーおー、来た、来た、神経締め、神経締め、殿下の宝刀、神経締め。よいしょ、おーおーすげえ、すげえ、うまかこと、やっぱ黒子の格好がね、これ格好がね、よし、しっかり、これ血抜き場選抜使う、これ水の中にびちゃびちゃ洗顔とけど、どっから吹くだよ、いやーキュッ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 
狙って釣る男。任せてください。おめでとうございます。超気持ちよかった。そういうところね。あいか、4匹よ、4匹よ。リッパーおる。奥にもおる。5匹よ。あ、うわ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 、すげえ。しかも、なんか喧嘩しようよ、喧嘩しようよ。黒と茶色やろ。黒と茶色、喧嘩しようよ。お、喧嘩してる。喧嘩しよう。おお、あら、うわ、あんなかも、恐ろしかったことで喧嘩すんねん。頑張れ、どっちが勝つ。どっちが勝つ。高っ。おおおおおお、位置的には茶色優勢や。絶対振りやろ、あれ。絶対振りすぎるんだけど。踏ん張れ、おい。おお、いや、前に進んでね、なんか力をね、殺したね、今ね。すげえ。すげえ。おお、いやいや、おやー、あいしょ。うわ、性能焼きやろ。黒突き落とされそうやん。おえー、よいしょ。一方的に黒食らい続けようやん。力尽きるの待ってるんじゃないですか。立ち位置が悪すぎるんだよね。反撃でも打ちない。もう、畳みかける。畳みかける。ちょっと優しくなった。疲れとる、疲れとる。茶色疲れとる。ちょっと上がったね、またね。ちょっと来たよね、今。立ち位置変えた、立ち位置変えた、立ち位置変えたぞ、多分。やっと助けた。普通に譲っといやん。おおおおお、すごい立ちそうな勢いだぞ、これ。おお、リングの上に立ちきれないことに気づいた茶色。お、立った。なんかだんだんなんか疲れてるんですか。あー、どっか行った。もう見えんね、黒いやつも。おお、最初そっちとも黒いやつもいる。あっちにも行った。で、何食って生きてんだろう。あ、こっち見た。あ、超こっち見てる。あ、めっちゃこっち見てる。ウケる。ガンミやん、ガンミか。あー、最高や、スンくん。このスマをまた食べさせてもらえるとはね。すますね。いただくよ。もう、ぶっかけますよ。ぶっかけますか。いきます。しゃー。あー、ブラめっちゃ味きよ。味きよっすね。ほら、ぎっちょぎっちょ。もう、醤油の月よらんですもん。月よらん。ちょっとスンさん、はいはい、食べておかすか。どうぞ。え、初体験。初体験。スマ初体験か、そっか。うん、いただきます、これ。砂漠からちょっとね、ゲンちゃったけん雑かったかもしれんけど。はいはい、よっかよっか。釣り人とか金バリバリやろ、これ。あー、いただきます。いただきます。はい、いただきます。最高だよ。いただきます。はい、うん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 。あ、やっぱり脂すごか。うまい、うまい、うん、うまい。あ、あ、でもな、ブリ食いよく感じる。いや、ブリやっぱりね、とろけ、とろけ。おー、うまっ。あ、うまっ、うまっ。おいしそうっすね。はい、最高やな。最近ブームのスマ、僕の釣りチャンネルでも釣れるスマ。なぜか釣れるっていう当たり年でしょうね、スマの。そうだよね、多分今年ね。何十年釣り人やったってスマ釣れん釣ってない人とか多かはずよ、正直しようしてて。はい、ね、いただきます。はい、どうぞ食ってみようか。言いたかことだ。ガスカウェイはそろそろ来た頃だ。青物じゃない味の。あー、もっちも、なんすかこれ。うん、で、油すごこれ、こんなことでトロンゴって人、ね、トロやね。確かにね、完全にね。待って、見た目そうじゃないのにね。うん、中トロと一緒。中トロ、まさに中トロって感じ。見た目トロっぽくないけどね。うん、これ行くか。うん、もうほら、醤油分解されるっすもん。めっちゃめっちゃなった油の。いややば、うまい。これ飯と一緒に食おうぜ。これ刺身でも上位やない、これ。はい、マジでうまかったね。じゃあちょっとあと、もうあと何等かで終わりぐらいかな。そうですね。このあと予告がまたなんか昭和ジョギング続行契約ぎほうほう、また釣れたところですね、何かが。じゃあ次の予告がシーバスの調理編だったら、その可能性もあるね。あ、そうですか。うん、調理編やったら釣れんやったんだってことですよ。了解です。はい、ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。頑張って投げ続けたわけね。ちょっと自分の腕がイカルットが先か、どっちかやな。湧いた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 
行くぞ。せい。わけよわけ、俺出よった。出よいやんすこ。頼むけんこっち来て。ま、ワンちゃんおいでちょうだい。そろそろ。おい、おい、今年ラストショアジギングは坊主なのか。ギャンク。これ、木田さんが吸ってくれた平鈴木。平鈴木を。ああ油のすごっか、テロテロ。ああこれ絶対うまいわ。おかけて、まぐるぐる混ぜると、てりてり。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。時間限定のライブ配信はチャンネル登録後アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますのでよろしくお願いします。